で他の章に入ります。抽象的な功利主義者、ザ・アブストラクト・ユーレタリアンでしたっけ、はい、はい、功利主義者、功利主義者、はい、プラトンの合理的な人々、ユーティリティ、アリストテレスの弁証法的な人々、マイヤーズの NT 型など、彼らには理想主義者や NF ですね、はい、芸術家 SP ですね、はい、と非常に重要な共通点があり、ガーディアン、これ SJ です、はい、とはあまり共通点がない、まあ、逆のところにいますね。理想主義者とは主に抽象的な方法でメッセージを伝える傾向を共有し、芸術家 SP ですね、はい、は主に実用的な方法で目標を実現する傾向を共有していますと、うん、メッセージは言葉、目標はツールを使って伝える必要があるため、言葉の使用とツールの使用、この2つの次元が個性の発展の基盤を構成している、まあ、これがカーシーでいうところの行動を見ろと、はい、頭の中関係ないと、行動が君だと、はい、でこの行動っていうのは言葉と道具ですと、うん、そのため私はカーシーですね、はプラトンの合理的な人々を抽象的な功利主義者と考えていますと。これらの2つの次元は個性の発展の基盤であるため、これらを詳細に検討することは重要ですと。ではこの NT タイプにとっての抽象的な言葉の使用、抽象的な言葉は想像可能なものを指し、具体的な言葉は観察可能なものを指しますと。合理的な人々は観察可能なものはについては話さず、想像可能なものについて多く話す傾向があると。彼らは心の中でしか見ることができないもの、概念的なもの、知覚ではなく概念のもの、物体ではなくアイデアについて話す傾向があると。もちろん私たちは前にあるものを観察できるだけでなく想像できるものもあると。しかしこれは私たちがどちらを平等に行うことも意味するものもないと。生活の初期段階で私たちは言語の焦点の一方、観察可能なものまたは想像可能なもの、どちらを他よりも多く行うっていうことになり、それを一生続けるんですと。 NF の人と同様に NT の人々は経験的なものよりも想像力豊かな概念的なまたは推論に基づいた話題を選びますと。会話の中で合理的な人々は無関係なこと、取るに足らないこと、冗長なことを避けようとすると。彼らは言葉を無駄にしないよう心がける。いくらかの冗長性が必要であることを理解しているが、それでも当たり前のことを述べることをためらったり、同じことを繰り返すのを嫌ったりして説明や定義を制限する。なぜなら彼らにとっては自分にとって当然のことが他にと人にとっても当然であると想定しているからだと。 NT の人々は当たり前のことを述べた場合、聞き手や読者は確実に退屈するか、少なくとも不快に感じるだろうと仮定していると。彼らの暗黙の前提は自分にとって当然のことが他の人にとっても当然であるということであり、その結果として得られる過度に簡潔でコンパクトな話し方は他の人にとっては理解しにくいものです。このため合理的な人々は聴衆を失い、なぜか理解できないと疑問に思われることがありますと。彼らは当たり前のことを述べた場合、退屈するか少なくとも不安に感じると思っているが、暗黙の前提として当然のことが他の人にとっても当然である、まあこれが必要だと思ってるから話してるんだよと、はい、でまた過度に簡潔なコンパクトな話し方をすると他の人にとっては理解しにくいものだと、はい、難しいって話なんですかね。難しい、まあお互い様ですよねきっとSP に言わせるとそうなるんですね、はいはい、そうなりますなるほど、はい、NF の言うことも分かんなかったりするじゃないですか。
他の人にとっては、僕にとっては二等辺の言ってることも分かんなかったりするじゃないですか。で、僕が言ってることも理解、そうですね、はい、分かんなかったりするじゃないですか、はい、でそういう感覚がまあそもそも違うんです、そういうもんじゃないですかっていう SP の受け取り方をしました、はい、NT が過度に簡潔な回答を好むとかは、人に誘われた時に興味がないから行かないと答えることを好むとかが例になりますかね。誘われた時に、あー、うん、なるほど、どうなんですかね。普通はもうちょっと枕とかつけますもんね。僕もあ、まあいいや、僕はいいやぐらいですよ本当は行きたいんですけどはつけないんですか。つけないですよ。あはとか、あ、ちょっと用事がとか、別に興味がないとかじゃなくて、ちょっと先に予定が入ってましてでいいじゃん。あ、まあそういうことは言いますよって思うんですよ。でもまあそれはそれで簡潔ですよね、ちょっと用事が、うん、でも興味がないって言わなくていいじゃん。あ、今もうゆきさんと始まりましたね。はい、興味がないって、うん、寂しいわってあ、なのでこう上の人は人間関係が重要な人たちなので、はい、あの共同組合ですから、はい、だからこう相手の気持ちを考えて断ったりするみたいな、はい、NT の自覚として、当たり前のことを話したら退屈されると思うし、冗長な言い回しは嫌うので簡潔に言いたいって NT は思うと、うん、実際は INTJ とか話長いけどね、立ってこれ楽しいでしょと思って喋ってるんでしょうね。INTJ、はい、INTP はちょっと短い気はしますよ、ね、します、はい、もし僕は愉快犯的な風に見てます INTP は、はいはい、おそらく通じないことをいっぱい経験してるから、伝えるために、あ、冗長になっていくと。なるほど、うん、経験の上ですね。なるほど、ちゃんとしたい人ですもんね、うん、TJ、うん、INTJ、はい、うん、ちゃんと伝えたいからこそ長くなるは分かると。でこっちは勝手に受け取るので、受け取った気、はい、もう分かった分かった分かってる分かってる、うん、分かってないじゃんになるんでしょうね多分じゃあ分かってる分かってるって言われると余計にですよ多分僕よくやるんですよ、はい、でも途中で、ああ、もう分かりましたって、話は最後まで聞いてくださいって、うん、多分話した方が早く終わりますよ。あともう、ああ、じゃあどうぞってこういう戦いですね。 NT が頭いいとか言われるのは結構きついですと。え、そうなんですか。頭良くないからって話、普通だよって話、褒め殺しってことですかね。ハードル上げんなと。そうじゃないですか。あ、なるほど、まあ、別に普通だよ、アインシュタインじゃないよ私っていうこと。ああ、はい、そこと、まあ、でもまあそういうことなんでしょうね、うん、アインシュタインが出てくるじゃないですか。分かってる分かってるは大体分かってないこれ違う、たまに分かってる時はたまにあるんですって、あの毎回話が長い人ば、分かる気がします。でもうメールもくれてるんですよその人は、うん、それも聞いたって話ありますよね。そう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 なんですよ、はい、分かってない時もあります、はい、そして合理的な思考と話し方の一貫性の基盤は円卓的推論ですと。円卓的推論とは、ごめんなさい、これは辞書で引いたもの。円卓的推論とは、あることが正しいことを前提にして、その前提からきっとこうなるだろうって考える思考のことだと。円卓法の一つとしては三段論法が有名だと。でも根拠があるってことですよね。これが正しいだろうっていう前提があって、だからこうなってる。で、この円卓的推論ですと、この基盤は理想主義者の機能的推論と多くの共通点があるが、うん、芸術家の調和的な思考と話し方とはほとんど共通点がないと。またガーディアン SJ ですね、はい、の連想的な思考と話し方とは何の共通点もないと。機能的推論は推理的ではあるものの、しばしば直感的な飛躍と呼ばれる飛躍が必要で、それを NT の人々が必要とされる場合でも疑念を抱きながらしか取らないことがあると。一方、連想的な思考と話し方はトピックの切り替えを必要とし、N 型の人々は時折不本意ながらそれを行うことがあり、未完了のトピックに戻る前に短い冒険として行うことがあると。そして調和的な思考と話し方は言葉の音の響きに合わせて選んで配置することを必要とし、通常は合理的な人々には習得されないスキルですが、一部の人（シェイクスピア）はそれを
を自分の専門分野とするときに達人になることがあると。私たちはカーシー、はい、NT ですかね、円卓的な思考、一般から具体へ、全体から部分への推論を観察することはできませんが、それを可能にする言語を観察することはできますと。ああ、なるほど。言葉を見ることができるってことですね。どういう言葉を使ってるか、はい、言葉を定義して使用を制限することは円卓的なプロセスであり、言葉を論理的な順序に配置して一貫性を制御することも同様です。また意味のニュアンスを制御するために言葉を選ぶことも円卓的なプロセスです。したがって合理的な人々にとって一貫性、参照、配置および言葉の選択は円卓的に行われる傾向がありますと。ここ訳してて、はい、もう一番なんかもう何言ってんだと思いながら、はいはい、合理的な人々は定義については非常に厳格だと。私たちの言葉が明確な参照を持つためにはそれらを注意深く定義する必要がある。そのため NT 型の人々は区別をつける。実際に彼らは他のタイプから細かいことを気にする人、細部を分析する人と呼ばれることがあると。 NF の人々は NT のごめんなさい、細かい区別を消すことに傾斜しているため、 NT の細かい区別に対して反感を抱くことがあると。一緒じゃんっていいやつですねさっきのしかし合理的な人々はそうした名前でからかわれても気にしません、はい、なぜなら彼らは自分たちの区別が議論、言うなれば事業をコントロールできると仮定しているからですと、合理的な人々にとってカテゴリーを制御するものが有用な操作を制御すると考えます、うん、他のことの制御は他の人に任せていますと。多くの合理的な人々は辞書を読むことがあり、民族学、格言、語源学、法律医学、哲学、心理学、俗語など専門辞書さえ読むことがあると。一部の人は辞書と多くの時間を過ごすため定義や単語の派生、語源、意味や含意、含んでいるもの、他のタイプがあまり気にしないことにも気づいていると。単語の武器庫が年を重ねるにつれて成長する一方、合理的な人々は言葉遊びを楽しむ傾向もあり、ダジャレや逆説を楽しみに見出します。彼らはアインシュタインの数学に関する言及なようなコメントに喜びを感じます。数学の法則は現実を指摘する範囲では確実ではなく、確実な範囲では現実を指摘しません。さらにおどけた合理的な人々はディズリーがグラッドストンに対した言葉で興奮しますと。このディズリーとグラッドストンというのはイギリスの政治の人ですね。グラッドストンが言います。君は公衆台で死ぬか梅毒で死ぬだろう。するとディズレーリという NT の人は即座に返答します。君の道徳か君の妻を抱くかそれにかかっている。公衆台で死ぬか梅毒で死ぬか、君の道徳か君の妻かって、お前は俺の妻までどう罵倒するかって怒るやつですよね、はいはい、っていうのを見て NT はルインを下げるんですかねすいません。演疫、ごめんなさい、演疫です。演疫です、はい、すいません、演疫です、読み間違えました、申し訳ありません。演疫法ですね、はい、機能法と、申し訳ございません。いや恥ずかしい編集が恥ずかしいです、はい、すいません、なんか演疫で遊ばれてます、すいませんでした、はい、すいませんでした。分かってるのに言ってんじゃないかと思ったりするんですよ。どういうことですか。バカにするために。そんなことはないですよ。ないですよね、はいはい、言葉の人たちですもんね。申し訳ございません、合理的な人々は語句を連ねる際に順序やカテゴリーの誤りを避けるために注意を払うと。明らかな順位の誤りは例えば犬の目を追うかっこ 猫の鳴き声、あ、犬が猫のように鳴いたっていうことなのかな。犬の
目を追うかっこ猫の鳴き声はその噛みつきよりもひどいのように目を追うとドックを結びつける、ちょっとなんかそういうのが読み方で、はい、さっきの演劇と円卓のあれなのかな、はい、あそういうことなのかを結びつけると、うん、誰もが明らかなエラーに注意を払うが NT の人々は他のタイプよりも微妙な矛盾を生じるカテゴリーの誤りに気を配りますと、うん、今出ましたね、ちょうど、はい、僕の漢字の間違いをここで盛り上がったかのように、はい、何か意味があるのではないかって正確に捉えようとしてくれるんですよ、うんうん、円卓っていう言葉があるのかも、あるのかも、円卓会議があるよねってっていう話、はい、さらっとあ多分こういうことだろうって流すんじゃなくて、で僕としては機能法が出たなら、うん、演劇は出るでしょって思うのに、うん、NT の人はそうじゃないと、もうカーシーが予言したかのように、はい、ここに出てきます。結びつけると誰もが明らかなエラーに注意を払うがNT の人たちは微妙な矛盾を生じるカテゴリーの誤りに気を配る。例えばこれちょっと英語なのであれなんですけど、This order leads to chaos、 混乱は混沌をもたらすという表現は混沌と混乱が異なると仮定しており、実際にはこれらの言葉は同義語ですと。混沌は混乱から続くことはできません、なぜならそれ自体が混乱だからです。カテゴリーの誤りも合理的な人々にとって厳密に避けられます。例えば植物の中に雑草があったというのは間違いです。なぜなら雑草も植物であり、雑草は植物のカテゴリーに属するからです。 NT の人々は他人の発言でこうした些細なカテゴリーの誤りに頻繁に気づくが、ほとんどコメントはしませんと。ただし議論の中で誤りが矛盾を引き起こす場合、 NT の人々はその誤りを指摘せざるを得ませんって。僕の中にはこの植物の中の雑草って見えるんですけどね。雑草も植物でしょって話ですよねいや雑草は雑草ですよ植物じゃないです。察せよって察せよはだからお互い様に思ってんじゃないですか。はい、違うだろうって